どうも皆さん、ドクター歯科界生師 A2E のあかねです。DHYouTube で国試対策第30回ショート解説。よーし、今日もいきますよ。ひたすらひたすら毎日コツコツやっていきます。じゃあ今日の内容は、はい、これは午後の4番の問題でして、出ました。九死の問題。交互面。歯の問題ですね。はい。まあ、航空解剖学の問題ですけれども、まあ、混合熾烈きの化学骨の写真を示しますよと、混合熾烈きなんですね。 で、この矢印で示す、まあ、この子ですね。この子は一体なんだという問題で、比較的これは簡単な問題でしたよねっていう話です。ぜひですね、この歯の見分け方っていうので、ま,あ、まず皆さんにはワンステップとして、まあ、第一大級詞、科学の第一大級詞と上学の第一大級詞のこの見分け方をですね、ぜひまずは覚えてもらいたいなと思います。まあ、歯っていうと、まず定番はまずそこなんで、そこから行っていきたいと。 でこ,のこの定番のところを、まあ、派生させたのが今回のこのような国家試験に出てきた問題といえるのでぜひこの見分け方ね第1第9子の見分け方をまずは確認してもらいたいと。 でそれがこちらの動画で「解剖・航空解剖−三ということで、まあ、見分けるポイントというのをですね、まあ、丁寧に説明してますのでぜひ、まあ、こちらの動画を見た上でまで、あ、続きを見てもらうと、まあ、今後こ国家試験どんなふうに展開するんだろうなとかっていうのも想像しやすくなると思いますのでぜひ、まあ、こちらの動画をね見てから続きいってもらいたいなと思いますではそれぞれこのテーブルをですねまずは埋めていきます。まあ、上学大大小小級士とあって で入級詞については第1入級詞と第2入級詞だけをこうあピックアップしてるんですけれどもそれぞれの口頭の数、まあ、プラス試行の数というのです、ね、これ必ずパパって言われた時にパッパって出られるようにちょっと整理しておけるといいかなというところです。まあ、今かかから完全に丸暗記いいうのはなかなか難しいんですけどあただ ああ、そうだそうだ、高等の数だい大体こんなもんだとか、あ、試行ってそうだよねーってのぐらいは、まあ、早々にちょっとイメージつけておくと、後々入りやすいかなと思いますし、あ重要ポイントはここだけ覚えればいいんだってことを、まあ、キーポイントとしてね、メモなりなりなりしてもらうと、まあ、後々自分のためになると思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、このテーブルね、一緒に完成させたいと思います。まず、まあ、上学の大級士の特徴はと言いますと、まあ、第1大級士、第2大級士ってそれぞれありますけれども、一概にね、ひとまとめで言ってみると、まずは4高等であるよと。 上学大気種については4高等だよと。で、思考の数は3根だよと。上の方が3根なんですよ。なぜなら、落ちないように支えが必要だからってことで、上は3根なんですね。まあ、これ絶対イメージとしてね。科学は2根なのに対して、上は3根なんだよと。どっちが3根だっけって、まずそこからのレベルで始まってくると思うので、ぜひ、上学は落ちないように支えしっかりしたいから、3根だよと。 で、価格は、まあ、ニコンでも、別に落ちないよねっていうことで、三コンとニコン、まずここから、覚えていきます。で、さあ、価格の代給支はどうかというと、これ、まさ、まさしくね、価格の代給支は、まあ、五高騰なんですよと。とで、子供の数は、ニコンなんですよ、ということですね。はい。で、ここはね、もうさっきの、さっきもしつこいんですけど、さっきの。航、え、空、ー、解剖、丸三のところで、まあ、上あ、と価格のね、代給支の見分け方は。もうバッチリだと思いますので、もテーブルもね、ちょちょちょって、入れといて、入れるようになってほしいなと思います。 じゃあ、昇級詞はどうかと言いますと、上学の小級詞は大体何トはあると思いますかっていうと、まあ2ートと基本です。で、資根の数はですね、基本は単根なんですけど、まあ2根のものもたまにあるよということで、まあこれは一応、あそういうのもあるんだということで覚えておきましょう。絶対単根ってわけでもない。100%単根ってわけじゃないんだよということ。で、科学の小級詞はどうかというと、これも同じようなもんなんですけど、意外とこれ、口頭はね、2ないしは3なんですよ。基本は2なんだけど、 まあ3高等のこともあるよねとで、えー、今度の数というのはこれ単根で大丈夫です科学、まあ、なんでねそんなに支えしっかりしなくても大丈夫ってことで基本は単根だよということですじゃあ今度入級子にいきます上学の第一入級子高等の数どうかなと、まあ、大級子に対して永久子に対しての数と、まあ、入級子に対しての数っていうのをぜひ比較しながら想像してもらいたいんですけれども第一入級子の場合2から4高等なんですね基本は4高等なんですけど、まあ、2高等の場合もあ,あったりするんだよと ということなんです基本は4高等4高等の3根これはもう上学の大級子としては同じような永久子と基本は同じなんですけど、まあ、2高等のものも意外とあるということ意外とあるとこれもね100%そうじゃないよということなんで、まあ、ちょっとねイメージしてもらいたいなと思いますで科学の第一入級子もこれも、まあ、同じでして基本は5高等なんです基本は5高等の2根科学のこれは大級子永久子と同じような形をしてるんですけどただ、まあ、4高等の場合もあるよということなんですね で上学の第2入球子はどうかというと、第2入球子は4高等で3個、下格の第2入球子も5高等で2個ということで、まあ、第1入球子については、やっぱり第2入球子よりかはちょっと変動的なところがあるので、まあ、ぜひこのテーブルをね、このままイメージしてもらいたいということです。まあ、基本はもう第9子、A 級子と入球子でほぼ同じような形をしているとか想像してもらって大丈夫なんですが、まあ、ただ、例外のところもあるよと。 100%じゃないいよととうことをままず頭に入れておきますじゃあ今回のこの問題に戻りますと皆さんがこの問題を見た時に歯を見る時あ矢印示されてる歯のこれ携帯だけ見るっていうのはなかなかないですよね基本はみんな数えると思うんですよ前からもう安全歯踏むという意味で必ず数えますじゃあ右下の1番から123456、まあ、全部で6あるのねと123456全部6だよね、まあ、全部で12子歯があって右下6子 左下は 6, 指6、6、六あるんだよねということがまず確認しますよね。で、そこから何番目だと大体5番目なわけですね。5番目。でこれがもし永久詞だった場合、それすなわち第二小級詞ってことですよね。小級詞の形なんですよ。ただ、見てください、これ。これ小級詞の形じゃないですよね。もう拡大するとわかるんだけど、小級詞じゃないですよね。高頭いくつあるのって。1、2、3、4、5高頭あるんですね。立派に5高頭あるじゃない。 左も1、2、左はちょっと厳しいですけど、1、2、3、4、まあ5コートありますよね。あ、5コートある。あ、第9子の形してるねと。でも、A9 子で5番目って第2小9子なんで、第9子の形してないですよね。小9子ですから、小9子と第9子って全然形違いますよね。さっきのテーブルでも確認しましたけど。ってことなんで、まあ5番目だから、5番目で第2小9子ってのは、まあ5番目で第2小9子ってことはあり得ないので、あ、これは A、B、C、D、E の E なんだということが分かるんですね。 まあ今後手列なんで A とか B とかじゃないですけれどもっていうことなんでまあ5番目にあってこれは第2小級誌ではないと級誌の形をしている5番目なんでまあ ABC で E の E なんだなということがわかるんですね E なんですよつまりそれは第2入級誌だということがわかるでこの次がですね6番目の歯が、まあ、同じように123455ーとあるからあ、まずこれが あ、大級子だなということがわかるんですね第一大級つまり六歳児級子だなと、まあ、混合子列って言ってるのでまさしくそのくらいの年代なんだなってことがまず大ヒントとして挙げられていますからまあ、容易に回答に結びつけられる問題かなということですやっぱり問題としてよく出してくれるのは第一大級子があってまあ、これは何っていうところですよねまぜ、あ、ひ前から数えてもらいまして5番目にあったら級子の場合だったら第二,第二小級子だから全然形違うよね 高頭の数でね、見てください。12345ってことでね。あ、そうそう、E がまだ残ってる状態なんだな、ということがわかるかな、というところですね。じゃあ、問題の回答を確認していきますと、これはもう、半分でね、数から数えて、12345、5番目ですよね。前から5番目。つまり、考えられる回答とすると、ABCDE なのか、 いい、e、なのか、5番目ですからね。い、e、いなのか、ないしは A 級歯の第2小級歯なのかってことなんですけど、形が明らかにもう5高等で、第2小級歯の形してないので、9歯の形してるので、あ、い、e、いだ。つまり、第2入級歯だということがわかります。ぜひ見るときは、高等の形、まあ、前から何番目なのか、そして、その歯が高等の形、こと何個かなというのを必ず見てみていきましょう。それでは今日はこの辺で、Apple Store で、スタービディ H 検索。